ティアラチャンネル。今日はユナのおすすめで純粋と間違えた純粋タン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 みたいなではタピオカ白桃ミルクティーを飲みたいと思います。タピカツ一緒に言おう、せーの、タピカツ。来ました。来ました。おっきい。じゃあコハネちゃんから飲んでもらって食レポをしてもらいたいと思います。人生初です。人生初だし。じゃあ、ちょっとね、重いからね。いただきます。タピオカがすっごいもちもちしてて、氷かな？なんかシャキシャキしてる。シャーベットってシャーベットかな。ミルクティーじゃなくて、もうすべてが桃。すべてが桃ですか。美味しいです。はい、はい、いただきます。揺れてる揺れてる。このタピオカ、なんか普通のと大きさがちょっと小さい。普通にね、飲みやすい、ね、食べやすい、食べやすい、シャーベットが、そう、なんかシャキ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 してる。うんうん、本当だ。なんかコハネちゃんが言ったように本当に桃だ。桃の桃をカットして刻んでミキサーにかけた桃ジュースに、なんか柔らかい、普通のタピオカとはちょっと違う、ちょっと柔らかいタピオカが入っていて、とっても美味しいです。美味しい。今回はユナおすすめの純粋タンさんに行ってきました。もしこの動画が良かったらグッドボタン、チャンネル登録をよろしくお願いします。以上、タピカツ。